はい、こんにちは。桜井健三です。今回は、ユプリズナを使うべき人についてお話をしていきたいと思います。ユプリズナというお薬ですね、まだあまり聞き慣れないという方の方が多いんじゃないでしょうか。これ、ソリリスエンスプリングについて出てきた第3の視神経脊髄炎の分子標的薬ですけども、この2剤とどういうふうに違うのか、そしてどういう方がどのように使うべきなのかについてですね、今回お話をしていきたいと思います。 早速ですけども、私なりの答えとしてはですね、通院が大変、だけど、月の発作を起こすわけにはいかない人、ということになってきます。というわけでですね、今回このような3つでお話ししていきたいと思います。1つ目がユプリズナの一般的なこと、2つ目がユプリズナの強み、そして3つ目がユプリズナの弱みとその対策についてになります。このようなお薬のお話というのは、基本的には主治医の先生と相談をして決めていただくわけですけども、 病院で十分に分からなかったこと、あるいはもう少し詳しく知りたいということをこのチャンネルでは発信していきたいと思います。よかったらチャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。では早速一つ目ですね、ユプリズナの一般的なことについてお話をしていきます。ユプリズナ、一般名はですね、イネビリズマブという薬剤になります。 こちら、ソリリス、エンスプリングと同様に、抗アクアポリン4抗体陽性の視神経脊髄炎にのみ使えることになっております。ですので、抗体が陰性の方は使えません。えっ、ー、と、2021年に登場した薬剤です。ソリリス、そしてエンスプリングについて出てきた第3の、えー、自分指標的薬というやつになっております。その投与方法はですね、基本的には6ヶ月に1遍の点滴投与になるわけですけれども、 初回だけですね、立ち上げのために1回目を打って、その後2週後に投与するというような手順になっているということでございます。で、このユプリズナの作用基準ですけれども、主神経脊髄炎が B 細胞とか T 細胞とかがあって、わーっと荒れて、そこからアクアポリン4抗体が出て、アクアポリン4抗体が、えっ、ー、と、ホ体と絡んで、神経を攻撃するというような流れになっているわけですけれども、このユプリズナは、この免疫反応の最上流である、 B 細胞を枯渇させることによって免疫反応を起こさなくして、それで炎症を抑えるという、そういう効果になっています。ソリリスがこの炎症のフローの再下流を抑えるのに対して、リプリズナは最上流を抑えると、そういう薬剤になっております。なので、この炎症を水道に例えるのであればですね、リプリズナはですね、えー、と水道の水を止めに行くと。 そういうような薬剤になっているかと思います。で、この B 細胞を枯渇させる治療法というのは古くからあって、一目で言リツキ酸というお薬があります。ですので、あの、我々リツキ酸が他の病気で使われているのを見ていますので、リツキ酸の使い方を真似して副作用とかですね、注意して使っていくということになりますが、基本的には免疫力がぐっと落ちますので、感染症への注意が必要になると、そういうことになってまいります。 で二つ目ですね、ヒップリズナの強みについてですけども、こちらも何と言っても東洋感覚の長さにあると思います。半年に一遍でいいと。これが最大の強みだと思います。この神経脊髄炎は、一度再発をすると、足が動かなくなる、追麻痺になったり、目が見えなくなって、失明になったりするわけですね。することが多いと思います。でそういう方が、 定期的に通院をしていくというのはなかなかしんどいわけですけども、だけど、通院をしてしっかりと再発を抑えないと、次の発作でですね、さらに一段階症状が悪くなってしまうという状況です。そういう方にとって、ユプリズナっていうのは通院頻度がかなり少ないですので、非常に有用な薬剤ですね。で、従来のステロイドは免疫抑制剤に比べれば圧倒的に高い再発抑制率を誇っています。 確かにソリリースに比べると若干落ちるかもしれませんが、エンスプリングと同等の再発抑制率がありますので、そのように身体機能が悪い方、そして通院が大変な方にとっては非常に有意義な薬剤ではないかなというふうに思います。で、エンスプリングの時も少しお話は出たんですけども、オンライン診療との相性がやはり良くて、点滴が半年ごと。で、その合間にですね、2ヶ月とか3ヶ月ごとにオンライン診療を挟むことによって、 本当に対面診療直接病院に来るのが本当に半年に一遍ですよというような薬剤になってくると思います。で、リツキさんのですね、あの古くからある B 細胞を枯渇させるお薬、リツキさんに準じて治療を行うのであれば、やはりある程度定期的な血液検査は必要で副作用がないかということをチェックしていくわけですね。まあ、こちら今通院頻度半年ごととはお話ししましたけども、例えば近所の内科の先生、例えば大診の先生、 そういうところとうまくマッチすることによって、おそらくユプリズナはどこの病院でも使えるわけではありませんので、遠方の病院でユプリズナを使った場合にはですね、そのようなものを使って定期的に血液検査をすることでリスク管理ができてくるということになってくるかと思います。そして3つ目、ユプリズナの弱みとその対策になりますけれども、この弱みはエンスプリングと全く同等です。感染症ですね。 で、これはあの炎症の水道の蛇口のところをギュッと止めますので、もう炎症が起きなくなってます。起きにくくなってますので、えっ、ー、と、ウイルスとか細菌が入ってきた時に、それと戦う体の兵士みたいなのがほとんどいないような状態になってますので、感染すると重篤化しやすいと。そういうことになります。なので、大前提として、感染しにくいようにマスクをしたりとかですね、人混みを避けたりしていくわけですけども、 エンスプリングと大きく違うのはですね、投与間隔が半年ごとですので、まあ逆に言えば、そこまでじゃ本当ないんですけど、逆に言えば半年間抵抗力が落ち続けている状況になりますので、一回入れたらもう回復しないと、しばらくですね。そういうふうに考えていただくとよろしいと思います。そういう意味でですね、えっ、ー、と、投与する前に感染症の危険性がないかはチェックが必要だと思います。例えばですね、 B 型肝炎や、えー、結核、心筋、そういうものを持ち合わせていないかとかですね。あとは、コロナとか、体重方針とかですね、予防接種ができるもの、ワクチン接種をしているかとかですね。あとは、身体機能は障害として、炎下障害による誤炎性肺炎や、膀胱直腸障害による尿路感染症、こういうものを繰り返すような方じゃないか。こういうところのチェックをして、感染症に多少余裕があるぞと、 いう方であればですね、非常に使いやすいのかなというふうに思います。そしてもう一つはですね、半年に一遍とは言えとですね、体調不良が、まある。なんとなく咳が止まらないとかですね。体調不良の時は、確かに大志の先生、近くの内科の先生でもいいんですけども、このイプリズナの特性上、血液検査を見てもですね、意外と異常値が出にくいという可能性もあると思いますので、 基本的にはですね、処方されている主治医の先生のところに行かれると、そこで判断を仰ぐというのが一番よろしいのかなというふうに思います。はい。で、今回はですね、リプリズナーを使うべき人についてお話をしてきました。私なりの答えとしてはですね、通院が大変だけど、次の発作を起こすわけにはいかない人、という答えになってまいります。これからも神経疾患、特に神経免疫疾患を中心に専門性の高い情報を発信していきたいと思います。 今回の情報が少しでも役に立ったと思っていただけるのであればですね、コメント、それから、ぜひチャンネル登録はですね、よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。